皆様こんにちは、川島織物セルコンでございます。今日は、ジャパンテックス2015ということで、フェルタの、新作を皆様にご覧いただきたいと思います。今回のフェルタのジャパンテックスは、旅人たちと休息というテーマで、ご案内をしています。フェルタは発売以来クリエイターニューイメージというテーマで皆様にリリースしてまいりました。今回はフェルタの素材を使って少し悩める旅人たち4人の、イメージをクローズアップし、彼らを癒すための空間を4つご用意いたしました。まずこの部屋です。この部屋は、大衆長の孫娘と、スランプ中の小説家のロックな出会いというちょっと長めのタイトルのついたお部屋です。シンプルで、そして、ワイルドな素材の掛け合わせによって新しいエッセンスのモダンを演出いたしました。2つ目の部屋になります。2つ目の部屋はある数学者の家出がもたらした幸運という、ちょっと不思議なタイトルなんですけれども、ジオメトリックなイメージ、グラフィカルなもの、それとクラシカルなものを掛け合わせたエッセンスで、コーディネートされたお部屋です。3つ目の部屋はファッションモデルの鮮やかな反乱という、ちょっと過激なタイトルがついてるんですけれども、こちらは、カラフルでポップででもエレガントな要素を入れている掛け合わせのエッセンスでまとめたお部屋になります。では最後に4つ目のお部屋になります。4つ目のお部屋は、マリアの憂鬱からの解放という、こちらもまた衝撃的なテーマなんですけれども、すごくエレガントでナチュラルで優しいものの中にも毒々しいもの、ここではバロックという、テーマを選んでいるんですが、そうしたものを、組み合わせることによって、非常に人間らしい優しい、生身の感じを、出しています。特にこのお部屋の中ではゴールド、シルバーといったお色をたくさん使ってみました。以上が、フェルタのジャパンテックス2015のご提案でございます。フェルタは、2015年7月21日に発売いたしました。豊洲のショールームでも、商品をたくさん取り揃えて皆様お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。